安いよね、14万とか。こう安い。これ堺の、新家町というところね。新家町というところですね。で、ラーメンを食べに来ました。誠屋さん。ラーメン荘、歴史を刻めに行ったら、まだやってなかった。1月8日、月曜日からでした。で、次に有名なところ。はい、ここ行きます。ラーメン。で、担々麺美味しそう。九条ネギ。これもいいね。寒いからね、赤からもいいかな。はい。これ、赤から。前これ食ったかな。すんげえ種類ある。シビカラ、これだね。ラーメン特有の紅生姜とか。はい、玉160円。細麺で、スープはあんまりとろみはない辛みの四川ラーメン。ではアレンジしましょう。ニンニクがっつり入れるぜ。おるやな、ニンニクチップスで、がっつり。はい、仕上がりました。こんな感じですね。じゃあいただきます。登録すると餃子がもらえます。また紅生姜、揚げニンニク追加です。美味しかったです。はい、ただね、ただ、カッパラーメンの方が、まあ同じ系統でそっちの方がお得ですね。で、カッパラーメンの方がちゃんとチャーシューが入ってると、はい、で安い。そっちの方が1000円しないからね。これは1120円でした。ちょっとおすすめできないかな。で、カッパラーメンは大阪市内しかないので、ここ堺なんですよ。ちょっとまあやむを得ないってところですね。堺だったらやむを得ない。